アンドレアル・イーズ・ライズ・ボローは、イングランドの女優。1981年10月27日、ウィットリー・ベイで、中流家庭に生まれる。幼少期より演劇を好み、17歳で、インデペンデントスクールを中退して、王立演劇学校に進んだ。王立演劇学校在学中にサンドテレビドラマに、出演。2005年に卒業後、イブリーフ・ヒストリー・オブ。 ヘレン・オブ・トロイで2005年シアター・ゴアーズ・チョイス・アワードの新人賞にノミネートされた。2006年に出演したロイヤル・シェイクスピア・カンパニー公演のストリンドベリ作、霊場、ジュリーとシェイクスピア作、尺には刺しおの演技により、イアン・チャールソン賞を授与される。テレビでは2008年にチャンネル4で放送されたザ・デビルズ・ホアーで、王立テレビジョン協会賞を受賞。 若きサッチャーを演じた2009年の BBG のテレビ映画マーガレット・サッチャー正解を夢見てでは英国アカデミーテレビジョン賞の女優賞にノミネートされた。2009年には両作品の演技で放送記者協会賞を受賞している。映画ではマイク・リー監督のハッピー・ゴー・ラッキーやカズオ・イ・シングロ原作の私を離さないでなどに出演。2010年に出演した。 ブライトンロックでは第13回英国インディペンデント映画賞の主演女優賞と新人賞にノミネートされた。その後マドンナが監督したウォリスとエドワード英国王冠をかけた恋ではウォリス・シンプソンを演じた。2012年に出演したシャドーダンサーでは再び英国インディペンデント映画賞の主演女優賞にノミネートされ受賞を果たした。二千十三年には ビトレイヤー、ディスコネクト、オブリビオン、ヒドンに出演し、ジェームズ・マカボイ、アレクサンダー・スカルスガルド、トム・クルーズらと共演している。2014年には、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリッツが監督する、バードマンあるいはに出演した。作品は、第87回アカデミー賞で、作品賞を受賞した。2017年には、ビリー・ジン・キングとボビー・リックスの有名な、 男女対抗試合を描いた、電気映画の、バトル・オブ・ザ・セクシーズに出演し、エマ・ストーンに演じるキングの恋人を演じた。さらに、スターリンの早々競争曲で、ヨシフ・スターリンの娘スベトラーナ・アリル・ウェワを演じた。モデル兼、ストリートアーティストのアメリカ人、ジョー・アペルと交際している。ありがとうございます。